やばい、ほら見て、今日はあのいいところと悪いところがあっていいところはあの目のアイメイクがうまくいったところです。めっちゃ今日まつげ上がってるのがいいところで、悪いところはあの前髪をあの本当に切りすぎてやば最悪。本当にいいところはこの本当に今日めっちゃまつげ綺麗に上がってると思いませんか。本当にで昨日めちゃくちゃ前髪長くてセットするのがうまくいかないって言ってめっちゃ嫌だったんですよ。でめっちゃ視界も悪かったけんが切ろうと思って一発目で失敗しました。笑ったって、うわ笑わんで、でもね抑えたらねちょうどいいんですよ。抑えたらちょうどいいの。本当にねあの本当に変だね。切ろうと思ってこう鏡見ながら、はい、自分で切れました。自分で切ったんですけど、あのこう見ながらこうこのぐらいいいだろうなと思って、まあ私細かくちょこちょこちょこって切るのあんま好きくなくて、あのいいだろうと思ってジャッてやったんですよ。そしたらめっちゃ短くなって、ここ真ん中を最初に切ったんですけど、こう引っ張りながら切ったつもりだったんですけどすっごい短くなっちゃって、そうびっくりで、周りもそれに合わせてたらなんかやばーってなって、でも今はやっぱりお家から出ないからあんまりいいのかなと思うんですけど、ちょっと笑ってますね。笑わないでください。そういうところがガサツなのかもしれないんですけど、なんか自分で切るとき本当にジャッジャってするからね、もうちょっと今更ちょっと遅い、もう戻れない。でも本当抑えてたらいい感じなんだよね。ほらこのぐらいだといい感じでしょ。それかちょっと見ててください、見ててください、あの眉毛を上げるので見ててください。ほらこうしたらちょうどよくない？え、なんかめっちゃ目変じゃない？どうだったっけ？あ、こうだもうこうしてればなんかほんとやば、なんか目も変だね、なんかまあいっか。そう、眉毛をなくせばいいかなってなんですけど、みんな笑ってる、本当笑ってる、まあ、みんながねやっぱ笑顔になるんだったらいいと思います。本当これだったら通常の池田ですよね。いや本当に一発いったらダメでしたね。でも最初からこうちょこちょこちょこって切ればよかったんですけども、なんかもうサクッといっちゃいました。いや本当にこんな、本当にこんぐらいしか切ってないんですよ。
私切る前本当にもう目隠れるぐらいあって、もう目前が見えないみたいなぐらい長くて、それでちょっとね、そう巻いてちょうどいいぐらいにしようと思ったんですけど、何これ、でもまつげいい感じじゃない、まつげいい感じじゃない。菅原さんという先輩も同じことをしました。じゃあいいと思います。じゃあいいですね。え、みんなやっぱ笑いこらえてるのかな、嫌だな、今日真剣にカラオケしようと思ってたのに。え、でもほんと抑えてたらめっちゃいい感じじゃない、今このぐらいだったら上手くない。だから今日スプレーもかけてないんですよ。あのメールでお知らせしたんですけど、カラオケしようって思ったんですけど、なんか前髪に気が行きすぎちゃいそうだけど、まあいっか。でも自分で切ることはめったにないんですよ。最初の方に100均でハサミ買って、最初の頃は自分で切ってたんですけど、途中からメイクさんに切っていただけることが分かったので、もう自分では切らずに我慢するようにしてたんですけど、ちょっとね公園もないので本当にね嫌だったの、長いのが。でも視界良好だからいいの。視界良好だからもういい。よくないか。ちょっと困ってきた、どうしよう。でも今日まつげ本当に上手に上げれた、ほら見て、だからいいと思う。かわいい、本当いいね、見慣れてください、見慣れてください。もう笑ってない、本当。縦にハサミ、ああなるほどね、横に入れちゃった、思いっきり横に入れちゃったよ。ちょっとまつげを整えます。これ見てください、おしゃれ魔女ラブ&ベリーです。マジでバブちゃんの時から使ってます。まつげやば、前髪もやばいけど、待って上げすぎたかも今度は、前まつげ。今日は川島に前お下がりでもらったまつげのやつを使ったらめっちゃまつげ がビューンって上がって、そのままキープされて、もう川島ありがとう、いつもありがとうって感じなんですけど、
こんばんは、自分で来たの？自分で切ったよ。こんばんはじゃないよ、ま、こんにちはだよ。年上なのにお下がり？まあまあまあ、同い年だよ。嘘です、ほぼね、ほぼ同い年ですから。カチューシャ、カチューシャをつけるか。注射取ってきます。で、でもカチューシャ似合わないんですよね、私。川島意外とおしゃれさん、意外とどころじゃないよ。めちゃくちゃだよ。めちゃくちゃおしゃれ。おしゃれさんだと思う。ケーキみんなおしゃれ。池田みたいな人全然いない。なんかカチューシャ似合わないんですよね。髪伸びすぎて困る。あ、でも、え、前髪良くない？そんなことないよ。え、前髪が伸びた。一瞬で物なくす。よかよ、ありがとうございます。え、やん、いいやん、伸びた伸びた、やん、いいじゃないの。え、伸びた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 、伸びたね。え、いいやん。いいね、いいね。もうね、もうね、事件だった。本当にね、切った瞬間もうこんぐらいの、体感はこんぐらいだって、あ、こんぐらいしか切ったつもりじゃなかったんですけども、毛見たらこんなあって、自分の思ってる2倍ぐらいの量の前髪が私の手の上にありまして、お前くらいになったら嘘だ、まだお前かな。え、でもさっきより全然いいんじゃない？で、前髪切りすぎたって誰かに言いたくても言う人が、お母さんに言おうと思ったんですけど、お母さんのなんか LINE の調子が悪くて、ずっとね、連絡取れなくなってて、ちょっと固定電話にかけようと思ったけど前髪見せれないからやめました。でもなんかカチューシャにつけられてる感ある。そんなことない。そう、自分が思ってるほどね、気にならないのかもしれないけど、自分からしたらもうめっちゃ気になる。なら、なんでね、そんな適当に切ったんだよって話なんですけど、めっちゃ気になる。一生気になってるよ。だからおでこ出し似合う人ってすごいですよね。
休憩ライン。いやいやいや、ちょっと、もうごめんなさい、もう15分も前髪の話をしてしまいました。パワー。今日嬉しかったことは、インスタグラムのストーリーでゆずきさんのことをちょっとね書いて質問があったので、それに答えたら、それに対してゆずきさんが気づいてくれたのが嬉しかったです。やっぱり日々やっぱりそういう嬉しさを見つけていかないと生きてはいかれませんね。笑い物してた時が懐かしい。もう笑えなくなった。やっぱ前髪って大事なんだな。って思いました。大好きやね、そう大好き。もうね、誕生日プレゼントもね買って。でね、からね、早2ヶ月ずっと池田のお家にあるの。納豆臭く ならないように気をつけないと。最近納豆にハマってるので、間違えてね納豆をつけてしまわないように。ちゃんと直してますから大丈夫ですけど、納豆のね匂いがつかないように気をつけたいと思います。早くね会いたい、早く会いたい、早く会って渡したい。もうそれをしないと私の4月はまだ終わってないですよ。終わってないんだ。え、ほんと前髪って大事。よし、じゃあカラオケをしましょうね皆さん。日さんは納豆嫌いだから気をつけて。そうなんだ、気をつける。お家で握手会のさ、日さんのがさめっちゃ可愛かったの。セットリストをここに書いて、あれない、そうそう、お人形さん、そう、本当にお人形さんだった。可愛かった、もう全員可愛かった。この辺に貼って、ここにセットリストをねぶら下げたいんですよ。カイニャンのやつお家握手会はちょっとね、いつもはね両手つなぎなんですけど、ちょっと間違えてこうしちゃいました。ここら辺に貼りたいと思います。ここ、あ、こういうの勢いが大事だと思うんですよ。画角調整中な、ここ、はい、あ、いいね。そう、おとなしいバージョン、そう、おとなしいバージョンだったのよ。もうね、リアルに焼肉食べたくて、本当に焼肉食べたくて、焼肉しか食べたくないぐらい焼肉食べたくて、なんかね、とにかくね、お肉が食べたいんですよ、池田は。もうずっとお肉食べてなくて、お肉食べたいんですよ、焼肉食べに行きたいんですよ。
焼肉って自分じゃあんましないじゃないですか、一人じゃ。もう本当に焼肉食べたい、もうダメ。焼肉食べたい本当に。うん、多分家で焼肉とかなんか多分できないんだよね。できるかな。なんかさ、まずお肉を買わないといけないじゃないですか。まず買うっていうことがもうね、できないんですよ。焼肉も食べたいしね。ユッチとね、アサイーボール食べに行く約束もしてるしね。もうね、チョコミントアイスのね、新作がね、いっぱい出るからね、食べたいしね。なんかもう食べたいものがいっぱいあるけど、なんかもう食べたい。ホルモンも食べたい。なんかもうずっとなんか食べたいものがねいっぱい溜まってるので、お金も貯めて食べれるように頑張ります。今思うとめっちゃ昔贅沢してたなって思って、それを反省してるんですけど、公演の時とかこうみんなでアイス食べたり、コンビニのお弁当ってそんな安くないじゃないですか。お弁当とかあとスーパーとかで買えば同じものでも安くで売ってるようなものをめっちゃコンビニで買ってたんですよ。まあでもそれはタイムイズマネーっていうじゃないですかタイムイズマネーっていうじゃないですか。なので時間がないから仕方なくコンビニで買って食べてたんですけど、もう今はもうタイムがいっぱいあるじゃないですか。そう思うともうコンビニなんか昔は行ってたけど、コンビニなんかよりですね、こうでもねめっちゃ便利なんですけどね、安い。違う違う違う、コンビニをダメって言ってるわけじゃなくて、ちょっと自分的にちゃんと節約しないといけないなと思って、ちょっと今の発言はちょっと撤回なんですけど、コンビニ様もいいけどちょっとダメですね、節約しないとダメですねって本当に思って、今最近節約頑張ってるんですけど、なんかレパートリーがなくて、もやしとか卵とか納豆とかなんかいろんなね食べ物っていうよりかはなんか何種類かばっかりになっちゃうからね、レパートリーがねゼロ、レパートリーがないんですよ本当に。でも昨日コンビニでおでん買った。もうね本当に言ってることと行ってることが本当にぐちゃぐちゃなんですけど、とにかく節約方法、節約法を皆さん教えてください、ね、一人暮らし1年以上やってるのに一人暮らしめっちゃ下手くそなんですよけど、絶対損してる。なんか水の出しっぱなしとかもしちゃダメですよね。あ、おでん売る季節、おでんはね、おでんでも食べられないおでんはなんだ違う、おでんはおでんでもレジ横に、レジのところに置いてあるやつじゃなくて、パウチ、パウチ、パックになってるやつです。あれなんかね何種類もね入っててね200円ぐらいだったからめっちゃお得ですよ。めっちゃそう、しかも温まないでそのまま食べられるから、うん、池田にはぴったり。めっちゃ種類多かった。
なんかね、おでんの思い出といえば冷たい？そう、冷たいです、冷たいんです。おでんの思い出といえば、名古屋に来ておでんを買った時に、買いに行った時に、冬にね、冬っていうか秋にね、普通の味とね、味噌味があったんですよ。2種類用意してあったんですよ、コンビニ。すげえと思って、やっぱり池田は田舎者なので、これはね、珍しい方じゃないとと思ってね、味噌の方をね買ったんですよ。それがね、確かね、なんか10月ぐらいかな、なんか姫たんと買いに行ったっていう思い出。でも最近なんかもう人と会わなすぎて思い出が一個も更新されない。今来た人はあんまり短くないと思うかもね。確かに確かに確かに。カニカニ、え、カニって好きですか？いけない、カニよりエビの方が好き。あ、ほんと食べ物の話してるとなんか元気出る、生き生きする、心がだね。人とね喋らないからね、ほんとにね大変なんですけど、今一人で喋ってるようにでもいいじゃないかって思ってしまうんですよ。多分カニ、本当のカニを食べたことないからなのかもしれないんですけど、変な顔ばっかしょる。待って、カイニャンカニ座でしょ。ほー、でそうです。でもじゃあカニ好きですね。カニも好きですね、やっぱり。カニも好きですよ。食べてみたいですね、じゃあカニを。あ、なんか多分長崎だ、いや長崎だけじゃないと思うんですけど、海鮮市場みたいなのあるじゃないですか。そこにちっちゃいカニの加工品が売ってあるの分かりますか？なんかちっちゃい、このぐらいの、本当にこのぐらいのカニにちっちゃいカニがなんか揚げてあるかなんかで、それになんかちっちゃいつぶ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 、食べたくない？あれ食べたいです。こんにちは、遊びに来ました、ありがとうございます。スケーボーテイトチームインの池田楓です。なると池田はレアはあんまり得意ではなくて、レアじゃなくて焼いて結構水分が飛んで殻の中内側がちょっと茶色っぽくなるぐらいによく焼いたやつが好きですね。そのままでも好きだし、醤油かレモンさらしても好きです。生牡蠣はあんまり、ちょっとあんまりです。エビフライ？エビフライは好きだけど、あんまり家庭で出てきたイメージはないかな。うん。エビフライ、エビフライ、エビフライ。今日ね、納豆を食べました。今日のね、夜ご飯を何にしようかなって今から考えているんですけど、家の近くのスーパーが生肉売ってないんですよね。だからね、お肉食べれないんだよね。でも絶対お肉食べたいんだよね。だからコンビニでお肉買うかな。うどん、うどんね、うどん好きなんですけど、うどんね、お安いしね。吉野家に、いや吉野家来たい。
そう、サラダチキンとかなら売ってるけど、なんかスーパーっていうか、もうちっちゃいスーパーみたいな感じで生肉置いてないんですよね。ないんです。あ、でも缶詰の焼き鳥とかあるわよ。ピエンパオン。もう日に日にね、ウーバーイーツへの憧れがどんどん出てきている。本当にウーバーイーツしてみたいなって思います。なんかね、みっちゃんがやったらしいんですよ、ウーバーイーツを。だからね、池田もねしてみたいなって思う。この前ウーバーイーツのリュック背負った人が歩いてたから、あ、あれは本物のウーバーイーツなのかな、それともウーバーイーツのファンでなんかグッズのリュックとかからってるのか。え、高いんでしょ。めっちゃ高いできてる。手数料。そうだよね。ちょっと今の池田にはあれかな。ウーバーイーツ配信してほしいね。頼むところから。でも頼むところ映せないんですよ、携帯が1個しかないから。人いるのかな、この中に。いてさ、届け先がさ私の家だったらさ、手数料払うな。あれ、もうコメントが止まっちゃったよ。長崎で会ったら坂いっぱいあって大変そう。だから進出してきてくれないのかな。多分してないと思う、長崎にはね。え、もしさ会ったらさ、私がさ今さ名古屋からさ、ちょっと電話のポーズこれになっちゃった。こうやってさ電話してさ、向こうのさ長崎のお家にさ届けてくださいって言ったらさ、サプライズウーバーできるんじゃない。もうすぐね両親の結婚記念日なんですよ。だからリモート結婚記念日しないと。それでさ、もし長崎にウーバーイーツがあったらさ、家に届け出たらさよくない、ケーキとか。5月25日です。ね、すごいみんなお祝いしてくれてる。25って明日じゃん、やばっ。ちょっと曜日感覚がな、曜日感覚じゃない、日付感覚がなかったよ。明日じゃん、やばっ、どうしよう。あらー、みんなありがとうございます。伝えておきます、おめでとうだって。ありがとうございます。多分喜んでると思います。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。いい名前がね読めないんですけども、ありがとう、ギフトありがとうございます。明日は結婚記念日なので結婚記念日配信をしましょう。何をするんだって感じだけど、
っと雑談が楽しすぎてちょっと全然カラオケしませんね。池田ずっとねお話したくなっちゃう。これあれだったらいいのにね、電話だったらいいのにね、みんなの声が聞きたいよ。おーい、みんな昨日ラジオでした。あと30秒、いや1分ぐらいでします。充電のプラグも差し